ただいまより AWS Cloud Adoption Framework で作成するクラウド導入ロードマップと題しまして、 Amazon Web Service Japan 株式会社プロフェッショナルサービスシニアコンサルタント鈴木忠よりご講演いただきます。鈴木さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。Amazon Web Service Japan プロフェッショナルサービスに所属しております鈴木と申します。よろしくお願いします。と簡単に自己紹介させていただきます。普段はエンタープライズのお客様を中心に、クラウド導入の計画作成支援ですとか、あとは AWS のガイドラインの作成支援を通じた、お客様の IT トランスフォーメーションをご支援させていただいております。本日はお昼時にもかかわらず、たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。では、私の方からですね、本日お話しさせていただきたい、内容、2点ございます。まず1つ目が AWS クラウドアダプションフレームワークのご紹介、そして2点目がクラウドディスカバリーワークショップというワークショップのによるクラウド導入ロードマップの作成方法の紹介になります。ですので皆様に本日持ち帰っていただきたいのはこの2点のご理解いただくというところになります。はい、では早速、その前にですね、本セッションを、特にこう聞いていただきたいなと、考えているところを2つ書かせていただいています。組織全体でクラウド導入を計画されている方々、またすでにプロジェクト単位という形で、クラウドを利用はしてるんだけども、まだまだこう局所的な利用にとどまっていて、全体として構造的なアプローチでこう利用展開をしたいと考えている方々になります。こういった方々、それ以外の方々も含め、こうクラウド導入を考えていくときにどうでしょうか。このようなことで悩んだりしたことあるんではないかなと思っています。例えば、そもそも何から始めていけばいいのか、既存のプロセス何をこう変えていかなければならないのかとか、よりちょっと具体的な話ですと、例えばどのシステムから移行すればよいのかとか、あとはどんなスキルを持つ人が必要なのか、またソリューションクラウド最適にどう設計すればいいのか、新しい運用プロセスは必要なのか、セキュリティへの考え方、既存の考え方や対策っていうのを変えなければならないのか、こういったさまざまな悩みをこう整理する、一つの考え方として、本日一つ目のテーマであるAWS クラウドアダプションフレームワーク、頭文字を取って CAF と表現しています。 CAF の紹介をさせていただきます。 AWS CAF は組織が効果的なクラウド導入を進めるにあたって、組織が持つスキルとプロセスにどのような変革が必要かを示唆するものです。もう少し平たく言えば、クラウド導入する際に、スキルとプロセス、どんなものが必要なのというところを表現するものになります。AWS CAF は AWS という頭についていますけれども、クラウドサービスプロバイダー、つまり AWS の利用 を前提にするというものではありません。また AWS CAF は我々 AWS プロフェッショナルサービスによる利用を限定するものではありません。お客様、パートナー様、こちらにあるリンクのところにですね、情報ありますので、自由に使ってみていただければと思います。それでは、CAF の中身を見ていきたいと思います。まず CAF は、関連するステークホルダーの観点から6つのパースペクティブというものでグループ化されています。具体的にはビジネス、ピープル、ガバナンス、プラットフォーム、セキュリティ、オペレーションズというものです。先ほど CAF はクラウド導入をする際の、必要となるスキルとプロセスという話をしました。そのスキルとプロセスに対してこう責任を持つステークホルダー、
という単位でこのパースペクティブがこうでグループ化されているという形です。で向かって左側の方がビジネスサイドのステークホルダーが関連するパースペクティブ、そして右こちらですね、黄色い方がテクノロジーサイドのステークホルダーが関連するパースペクティブになります。では具体的にそのどういったステークホルダーがそれらをこう管理すべきかというところを次ちょっとご説明していきたいと思います。まずビジネスパースペクティブです。こちらはビジネスの責任、戦略の責任者ですとか、あとは予算の権限者など、ビジネス戦略、 IT 投資戦略の策定評価に責任を持つステークホルダーですとか、あとは予算管理に責任を持つステークホルダーなどが該当します。そして続いてピープルパースペクティブ、こちらはピープルマネージャーですとか人事教育担当のような人材開発、トレーニング、スタッフィングに責任を持つステークホルダーが該当します。そしてガバナンス、こちらは CIO ですとかプロジェクトマネージャーのようにビジネスプロセスの計画遂行に責任を持つステークホルダーが該当します。右側に行きまして、プラットフォームです。 CTO、 ソリューションアーキテクトのようなクラウド上のソリューションやサービスの導入に責任を持つステークホルダー、セキュリティでは CISO ですとかセキュリティマネージャーのように組織のセキュリティコントロール、コンプライアンスマネジメントに責任を持つステークホルダーが該当します。最後オペレーションズです。こちらはオペレーションマネージャー、サポートマネージャーのようにクラウド上でのサービス運用に責任を持つステークホルダー。以上のように今お話をしたステークホルダーがそれぞれ責任を持って管理するスキルですとかプロセスがこのパースペクティブ、6つのパースペクティブという形でグループ化されています。 CAF ではこのスキルとプロセスというものをちょっと総称してケイパビリティというふうに表現しています。具体的にはこちらにあるようなケイパビリティになります。各パースペクティブごとに4つから7つぐらいのですねケーパビリティを定義しています。ではそれぞれのこうパースペクティブでちょっとケーパビリティを見ていきたいと思うんですが、結構量が多いので一部ちょっとかいつまんでご説明をさせていただきたいと思います。この資料は後日共有させていただきますし、また先ほど記載させていただいたリンクの方からですね、ホワイトペーパーなどをたどっていただくと、このあたりの詳細が記載されております、はい、ではまずビジネスの方からですね、具体的なそのケイパビリティ、どんなものがあるかというところを見ていきたいと思います。とビジネス、そしてケイパビリティが白いところですね、 IT ファイナンス、戦略、利益の実現、ビジネスリスクマネジメント、で右側の方に書いているものがその説明、もう少し具体的な内容だという形で表現させていただいております。クラウドの導入によってシステムの、購入、システムの費用というものが、固定費から変動費に変わっていきます。また AWS でいうとリザーブドインスタンスのようにこう利用の仕方ですとか購入の仕方によって割引がこう適用されるというものもあります。また AWS ですね、コストの可視化というのは非常に容易になっています。特にタグを利用することによってよりこう詳細なコストの区分ができるという状況です。そういった背景もあって例えばそうですね、 IT ファイナンスの一番上の変動費としての予算処理プロセスですとかコストの配布プロセス、こういったところがクラウドの導入によって大きく変わっていくところ、そしてまた2つ下ですね、コストの可視化、構造化、この把握をするスキルというところも、よりですね重要になってくるところかなと思います。また一番下、クラウドという外部のリソースを使用すると、それが組織に対してどのような影響を及ぼすのかという外部のリスク、単なるそのクラウドのリソースだけではなくて今度はそのクラウドリソースを使ってその市場に参入してくる競合、そういったものも含めた、
ビジネスリスクマネジメントというところが、まあ、重要視されていくところかなと思います。続いてピープルパースペクティブです。昨今そうですね、クラウドのこの労働市場、社内外の労働市場っていうのはかなり流動的になってきてるんじゃないかなと思います。才能があって、まあ、経験があって、まあ、そういった方々を引きつけ、そして引き止める、ためには、まあ、そういったその魅力的な環境を提供する力ですとか文化、そういったものを調整する、タレント、例えばタレントマネジメントプロセスとかですね、いうところが重要になってくるでしょうし、まあ、クラウド時代、そのインフラとアプリケーションのこう境目がよりこう薄くなっていくという時代の中においては、新しいキャリアパス、キャリアモデルというものを作っていくキャリアマネジメントプロセスというところも見直していく必要があるかもしれません。また、まあ、クラウド、非常に新しいサービス、新しい技術が出てくる、スピードが非常に速い、その変化に対応できるトレーニングマネジメントプロセスというところも、まあ、考えていかないといけないかもしれません。続いてガバナンスパースペクティブです。一番上のワークロード、まあ、例えばシステム、アプリケーション、そういったあの既存のシステムをクラウド適合性評価、つまりクラウドと、まあ、あ、なんでしょうね、こう、どう適合していくか、その度合いの評価、そしてそれを計画をしていくようなクラウド適合性評価のスキルとプロセス、また実際のプロジェクトが始まればアジャイル型のプロジェクトマネジメントの方がより効果が出ていくというふうなことは言われていますので、そのスキルとプロセスというのも必要かもしれません。またそうですね、あのローンチまで例えば数週間で実現するというような新しい KPI、 クラウドセントリックな KPI を定義するようなスキルですとかプロセスというところも、まあ、このガバナンスパースペクティブでは必要というふうに表現させていただいています。続いて、右側 の、 あの テクノロジーサイドの方ですね、プラットフォームのパースペクティブです。コンピュートですとかネットワーク、ストレージ、データベースといった各コンポーネントの設計ですとか実装、あとは管理といったスキル、まあそういったところは当然のことながら、その下のですね、システム、ソリューションアーキテクチャという、まあ、全体クラウド最適なアーキテクチャを設計するスキル、そしてそれは単にこう紙でこう表現するだけではなくて、コード化されたテンプレートとして、まあ、定義をするようなスキルだったりプロセスというところも必要になってくるんじゃないかなと思います。また一番下のアプリケーション開発においては、まあ、クラウドサービスの俊敏性、これを有効活用にするためにはやはり CICD、といった、まあ、環境をですね、実現するスキル、プロセスというのも必要になってくるのではないかなというふうに思っています。続いてセキュリティのパースペクティブです。一番上、そうですね、クラウドサービス、まあ、特有の ID 管理ですとかアクセス管理のスキルですとか、またあの外部の ID プロバイダー、標準の ID プロバイダーとのこう連携をして、そして管理をするようなまあ、スキルですとか、あとはその下ディテクティブコントロール、クラウドではログや、まあ、環境内の状態をほぼまあ、リアルタイムで可視化することができます。統合ロギングとか、あとはまあ何でしょう、監視ソリューションの統合を使って IT 全体を可視化して異常を即座に検知をするというようなまあ仕組み、それを作っていくスキルというところも求められていきます。最後オペレーションズパースペクティブです。オペレーションズパースペクティブ、まあ、あの運用のところが、まあ、フォーカスされたようなところですね。と、まあ、先ほどから何度かこうキーワードとして出てくる可視化とか、あとは自動化、それを使ってこう監視から対応までを省力化していくというところが非常に重要な要素となります。
例えばキャパシティ不足を検知して即座にこうリソースを追加する、それが自動で実現されるっていうような仕組み作りですね。それがサービス管理もそうですし、アプリケーションパフォーマンス監視のところもそういったところが重要になっていきます。またその下、資産管理、クラウドではハードウェアの管理、資産管理というものが不要になりますし、ソフトウェアの管理監視も資産管理も非常に楽になっていくのではないかなと思います。そのあたりのプロセスの見直しというところもあるかと思います。あとは下から2つ目ですね、ビジネス継続性 BCPDR といった環境も、クラウド特に AWS を使っていただくと大きく仕組みというのは変わっていくのではないかなと、今までのプロセスというところも見直す必要が出てくるんじゃないかなと思います。そして一番下、 IT サービスカタログですね。セルフサービスで提供可能なユーザー、エンドユーザーに対してセルフサービスで提供か、実現できるサービスカタログというものを用意するということも容易に、できます。そういったものを使ってですね、より省力化というところを図っていく、そしてビジネスに効果を発揮していくというところが、重要なポイントなのかなと思います。以上ですね、各パースペクティブの、ケイパビリティをちょっと簡単ですけどもご紹介させていただきました。と、ざっとこのような形でですね、ありますと、いかがですかね。意外と量が多くてちょっとどこから手をつけていけばよいのかというふうにちょっと感じられた方もいらっしゃるのかなと、ちょっといろいろ数が多いよねというふうに思われた方もいらっしゃるかもしれません。当然企業によって優先順位は違うと思います。優先事項は異なっていくと思います。で、中にはもうすでに対応しているものもあると思いますし、場合によっては対応しなくてもいいよというものもあるかと思います。これらすべて一律に一斉にやらなければならないというわけでは当然ありません。 ではこれらをどういうふうにやるべきことを整理して取り組んでいけばよいか、これが2つ目の、これからお話をする2つ目のテーマのクラウドディスカバリーワークショップで一つ方法をご紹介させていただきたいと思います。クラウドディスカバリーワークショップはこちらも頭文字を取って CDW というふうに表現させていただいています。 CDW では先ほどお話をした CAF の6つのこのパースペクティブですね、CAF の観点で現状の課題を整理をして、そしてその中で優先度を確認して対策を議論してロードマップを作っていくというワークショップになります。我々AWS プロフェッショナルサービスがこのワークショップをご支援させていただく場合もありますが、当然我々のみが実施できる、我々のみがやるというわけではありません。これからお話しさせていただく方法を参考にしながら皆様がご自身の組織で実施いただければなというふうに思っております。 CDW で重要なテーマとし、重要なポイントとしては3つございます。まずですね、右上のところに行きまして、さまざまなロールの方に参加いただきたいというところですね。例えばアプリの方、インフラの方、また運用されている方、例えばセキュリティの方、あとはもう業務ビジネスの方、さまざまなロールの方に参加いただいて課題を漏れなく偏りなく集めていくというところが重要になります。どうしてもやりやすいっていうことで、例えばインフラチームの中でこういったワークショップをやりたくなるという場合があるかとは思います。別にそれも悪いわけではないんですけども、どうしてもその課題ですとかその先の対策というところが局所化していったりとか、あとは偏ったりすることがあります。
まあ、クラウドですとその、まあ、リリースのところはアプリとインフラ一緒にこうデプロイするみたいなこともよくありますし、その運用のオペレーションで、判明した内容をすぐさまにこう開発にフィードバックするというような仕組みが非常に簡単に、効果的に実現できます。ですのでなるべくさまざまなロールの方がこう課題を認識して共有して、そして対策を一緒にディスカッションするというところがこのディスカバリーワークショップの目的です。ぜひいろいろな部門のですね、いろんなロールの方を声をかけて集めてみていただければと思います。また、その下に書いてあります、書いてあるところですね、このワークショップ最終的にはロードマップを作ります。でそのロードマップが単に絵に描いた餅で終わらないように、決定権がある方、例えばエグゼクティブの方がに参加をしていただくというのが重要になります。で2つ目のポイントとしましては上のところですね、左上のところです。CDW はなんかこう 細かいこうお作法っていうのはまた決まってないです。もう、課題の可視化、そして議論共有のアクティビティです。特に難しいことはないです。ただその議論を活性化するためのファシリテーターの役を立てていただく必要があります。また最後一番下ですね、短期集中、大体まあ我々ご支援させていただいているパターンですと大体まあ1日分、半日かける2回とかそういった形で短期集中でやらせていただく、まあ、実施いただくことが多いです。では具体的に各ステップでどういうことをやっていくかというところを、ご紹介していきたいと思います。まずはゴール像の確認です。ゴール像の確認ではクラウド導入の、まあ、大まかな、まあ、ゴール像を参加者全員で、共有していきます。まあ、ホワイトボードをこう使うような形でですね、こうディスカッションをしていきます。まあ、その時例えば、まあ、クラウド導入、何のためにこのクラウド導入をしていくのか、目的、そして何をこう期待するのかという、まあ、期待する効果ですねっていうところですとか、あとはいつまでにどうなっているべきかといったマイルストーン、あとは、まあ、大体対象と想定されるシステム区分、大きな括りで構いません、そういったところをディスカッションする、まあ、既存のシステムどこまで考えていくのか、あとは大きくこう組織内の役割が変わるようであればそういったところもディスカッションのネタとして、いろいろ、まあ、話、議論していただければと思います。例えば中期計画などがあればそれを活用していただいても良いかと思います。まあ、過去これまでご支援させていただいて大体このゴール像の確認で、まあ、意見のぶつかり合いが起きます。さまざまなロールの方々がこういればいるほど、まあ、そんなことを聞いてないよとか、あとはそれ誰がやるんだとか、あとは今既存のデータセンターどうするの、クラウドに持ってったとそれどうするのというような話とか、まあ、非常にこう意見のぶつかり合い、そして議論が激しく進んでいったりします。でもそれが非常に重要かなと思っています。クラウドは組織全体でこう移行していくというところをまあテーマにこのディスカバリーワークショップをこうしていくわけですから、さまざまな方々に参加していただいていろいろ意見を、まあ、出し合ってぶつけ合って、その上でこう、まあ、大まかなざっくりとしたこうゴール像っていうものを全員で共有することが大切なアクティビティになります。まあ、イメージとしては、まあ、これは一つの例ですけども、例えばまあ対象、既存のシステムで、まあ、例えばこうキャパシティ変動や機能変化があるほにゃららシステムだとか、あとは新規のシステム、まあ、そういったシステム、大体システム区分があって、まあ、どういった、まあ、効果を期待するのかとですとか、あとはアクションマイルストーンですね、例えば2020年までにクラウド上で再構築最適化をしていくんだとか、あとはまあ役割でちょっと大きく関わるところですね、まあセルフサービス化を実現していくんだとか、まあ、非常にこう見ていただくと分かると思います。ざっくりとした、まあイメージですねをまず最初にこう整理をしていただいて、
で、その後そのゴール像に向けて現状と比較をして課題を洗い出して押していくというステップになります。課題の洗い出しでは各人がポストイットを利用して、ゴール像に向けてのこう課題とかやるべきことをこう書き出していきます。これ他人の意見にこう引っ張られないようにですね、すでにこうあの、他人の意見にこう引っ張られないようにまずはこう各人が、集中してこう課題を書き出すっていうところを、例えば10分とか20分とか十分に、取っていくことが重要です。また一つのポストイットに一つの課題を書き出していきます。ポストイットの枚数制限はしません。課題はより具体的な内容で、書き出していきます。でこの時点では客風のパースペクティブはそれほどこう意識をせずに、今の感じている課題を率直にですね、こう書いていただく形になります。でポストイットはですね、少し大きめの手のひらサイズ、このような形ですね、ものを使って、よく見えるような形です。であとは壁にこう貼っていくことが多いので、強粘着のタイプがおすすめです。で具体的に今どんな、課題がこう出てくるかっていうところなんですけども、例えばこんな形ですね、一番上の真ん中あたりですと現行のセキュリティガイドラインがクラウドでそのまま適用可能かどうか確認する必要があるとか、あとは調達契約このプロセスが今非常に遅いとか、クラウドせっかくクラウドすぐ使っていけるのにそこに対応していない適していないというような課題だったり、こういった形で具体的にですね各人がこうまずいろいろこう書いていく。だいたい CDW ですね、参加者これまでご支援させていただいている内容ですと、だいたい10人20人ぐらいの方々に参加いただきますが、だいたいこの1回のワークショップで100枚以上ですね、100枚150枚ぐらいこう課題がこんな形でこう集まってきます。でこの洗い出しをした後ですね、分類をしていきます。先ほどお話をした CAF の各パースペクティブ、これをですねホワイトボードですとか壁にこうシートを貼って各こうパースペクティブごとの枠をこう作っていきます。で前のアクションでこう課題を書き出したらそのポストイットを該当すると思われるパースペクティブのところにこう各人がこう貼っていきます。でその後ファシリテーターがいろいろこう議論を誘導しながら、各パースペクティブの中で、大体似たような課題っていうのは出てきますので、それをこうグループ化をしたりですとか、あとはこのところがちょっと不足してるよねなんていうことで追加をしたりだとか、そういった議論をこう誘導しながらですね、パースペクティブの中でこの課題を整理をしていきます。またグループ間のこう関連があれば、それらをこう線で結ぶなどをして関連を、例えば因果関係みたいな形ですね、表現していきます。イメージとしてはこのような形で、ちょっと一部写真をちょっと使わせていただいてますけども、こんな形でですね、ペタペタペタと貼っていってこうグループ化をして関連をこう表現したりしていきます。ここで結構企業の特徴とか、あとは導入フェーズによってこう偏りが、課題のこう何でしょう、ばらつきというか偏りが出てきます。例えばしっかりとこう計画を立ててこうガバナンスを効かせてやっていくのが重視される企業さんですと、やっぱりこう例えば標準化ですとか計画策定みたいなところのテーマでガバナンスの課題が非常に多くなっていくですね。一方そのスピード重視の企業さんですと、例えば CICD ですとか DevOps というようなキーワードでオペレーションのところがこう多くなったりします。また導入フェーズでも結構ばらつきがあって、傾向があって、ただこれからクラウドを使っていくみたいなお客様ですと、プラットフォームの課題、どういうふうに作っていけばいいのかというプラットフォームの課題ですとか、誰がやるのかっていう観点でピープル、スキル、そういったところが非常に多くなってきます。一方すでにもうお使いのお客様ですと、使った後の運用のところですね、オペレーションズ
のところが、まあ、非常に多くなったりする傾向があります。このようにこう分類をしていくと、まあ、皆がこう気にしている優先度が高い領域っていうのは可視化されていきます。当然皆さんがこう重要だと思っているところっていうのは枚数が多くなってきますので、それを見るとあやっぱりこの、ここがみんな重要だと思ってるんだねとか、あとはまあこう思考の偏りみたいなところも可視化されていきます。場合によってはこの領域ってあんまりこう考えられていない、出てこないよねっていうところも分かったり、あとはまあそういったあでもここはちょっと枚数出てないけど考えていかないといけないよねみたいなところの気づきにもなったりします。なかなかそれぞれ個人で考えるよりもみんなのこう意見を出し合って、自分たちがまあさまざまなロールの方がいらっしゃいますので、その課題をこう出し合ってこうテーブルに載せてみると、意外と自分がこう感じているものよりもまあ広く、そしてまあ深くいろんなところがこう見えてくるというところが、この課題の分類のアクティビティになります。その後で今度は優先順位付けをしていきます。先ほどこう各パースペクティブでグルーピングをするというふうに話をしましたが、このグルーピングをした時のまあキーワード、例えばまあサービスメニュー化とか最適なアーキテクチャとか、まあ、そういったキーワードをですね、また新しいちょっとポストイットを作成いただいて、でその後横軸縦軸のこう基準を決めて4象限のマトリックスをこう作っていきます。でその基準はまあ何でもいいです。まあ、例えば緊急度とか影響範囲とか、まあ、そういった基準を作って4象限のマトリックスを作っていきます。でファシリテーターはまた議論を誘導しながら、その、グルーピングした、まあ、キーワードでこのポストイットをマトリックスにこうマッピングをしていく形になります。で4象限の中で、まあ、今回そのどこまでの範囲の対策を考えるのか、ロードマップを作っていくのかというところをまあ議論します。まあ、イメージ的にはこのような形ですね。これは例では緊急度の横軸、そして影響範囲の縦軸、まあ、これもホワイトボードに実際ペタペタと貼っていっていくような形です。まあ、それをちょっとパワポでこう表現しているのであれですけども、まあ、実際はこのアナログでこうやっていきます。で、まあ、例えばこの例ですと、向かって左側のところですね、この破線のところを、まあ、今回の対策ディスカッションの対象としてはここをまずやっていこうと、その先はちょっとその後で考えていこうとか、まあ、当然全てやれるのであればやっていただいてもいいと思いますし、まあ、そういったある程度こう限定してまずやっていこうというふうに進められる場合もあります。まあ、この優先順位付けでも先ほど言いましたこう課題の分類の時とにお話ししたようなですね、企業の特徴度ですとか、まあ、導入フェーズによってこう傾向が出てきます。まずはプロジェクトとしてやってみて、そしてそこから考えていこうというような場合もありますし、やっぱりこうちゃんと方向性、標準化作っていうところを先にまず優先度を上げてやって、まあ、課題として上げていくんだよというようなお客様もいれば、まあ、そこも様々です。でこれらでだいたい優先順位が、まあ、整理ができた後は今度は対策の議論とロードマップの作成に入っていきます。はい。まあ、課題に、まあ、優先度をつけられた課題に対して、まあ、対策のディスカッションを行っていきます。で挙げられた対策をまたタスクとしてポストイットにこう書いていきます。この時あまりこう詳細になりすぎずに、まあ、一枚一枚が一つのこうプロジェクトになるぐらいの、まあ、流度で作るのが良いかと思います。でそれぞれ、まあ、次のタイミング、次のというか、まあ、その後のフェーズでそのプロジェクトで詳細を考えていくような形ですね。まずこの段階では少し粗めの流度で作っていきます。でこの時先ほどご説明をした CAFのケイパビリティの観点ですとか、まあ、そういった内容を踏まえて、見ていただいてもいいですし、議論していただいてもいいですし、またクラウド導入実績者の知見、あとは AWS の、まあ、スペシャリスト経験者がいらっしゃれば、そういった方々の知見を活用して対策に関するディスカッションをしていく。でここでもホワイトボードを使います。タイムレーンを作ってタスクが書かれたポストイットをまたマッピングをしていきます。いつから開始していつまでに完了するかっていうところを明確に
していきます。タイムレーンはあまり長すぎず、半年から1年程度、長くても1年程度ぐらいで作ることをお勧めします。続いて、タイムレーンのこう横軸は時間軸と思いますが、縦軸は任意です。必要に応じて CAF のパースペクティブですとかシステムの種別、あとは担当組織みたいな形で分かりやすいものを使用いただければと思います。あとはロードマップにこう各タスクをこう貼っていくわけですけども、その実施責任を持つタスクオーナーの名前を必ず書いて、おくことが重要です。また最後に、参加している全員でこのロードマップを確実に実施するということを合意していきます。で、先ほど触れました、エグゼクティブの方みたいなその分野の責任を持つ方にですね、その場にちゃんといていただいて一緒に合意をするということが重要かなと思っています。イメージとしてはこのような形ですね。これも実際はホワイトボードに書いてこうペタペタと貼っていったものを、ちょっとパワポに表現したものです、はい。で、この場合はですね、例としてはその既存のシステム、新規システムっていう形でちょっとシステム区分で、上げて、そして、それぞれの、タスク、そして担当みたいな形でですね、あとは共通のところですね、既存システム、新規システム、共通のところをこう上で表現しているような。で、この状態だとアナログの状態なので、最終的にはですね、なんかこうパワーポイントのですとか、バーチャートのような形でこんな形でまとめるのが良いのかなと思います、はい。で、CDW としてはこのような形でロードマップを作っていくというところがゴールになります。 CDW としてお話しする内容としては以上になります、はい。で、時間も来ておりますので最後まとめ、になります。本日2点お話をさせていただきました。まず1つ目がクラウドアダプションフレームワーク CAF です。 CAF は組織が効果的なクラウド導入を進めるにあたって組織がどういったスキルとプロセスを持たなければならないかというところを示唆するものです。で、 CAF はまずステークホルダー、関連するステークホルダーの観点で6つのグループ、それをパースペクティブと呼んでいます。そのグループ化をしています。で、その各パースペクティブごとにクラウド導入で変革する、変化が必要となるスキルとプロセスを定義しています。これをケーパビリティとしてこれらを表現しています。これが1点目お話しさせていただいた内容でした。で、2点目、クラウドディスカバリーワークショップです。客の観点で、今お話をした客の観点で現状の課題を整理して、そして優先度を確認してクラウド導入ロードマップを作っていきます。重要なポイントは3点ありました。さまざまなロールの方に参加をいただくというところ、あとは決定権がある方に必ず最後参加して合意をいただくというところ、あとは上ですね、可視化と議論共有のアクティビティです。ファシリテーター、議論を活性化するファシリテーター役を立てていただく必要があります。また最後、短期集中で実施をしていきます。この CDW はロードマップを作成するというのが一つの目的ではありますが、これまでの事例ですとこれを一つのなんか決起集会みたいな形で利用されているお客様もいらっしゃいました。さまざまな方、特にエグゼクティブの方々にも参加いただいて、今後の活動について全員でコミットをする、そういった場にこう利用されるというお客様もいらっしゃいました。なかなかこう最初はこうすんなりですね、進んでいかない場合もあるかとは思います。例えば意見がこう非常にぶつかってなかなかこう解決の糸口が見えないとか、さっきのゴールの話とかですね、あとは発散して収束しない時間帯が出てきたりだとか、そういったこともあると思います。ただ、例えばそんな時は、例えばこう対象のシステムを少し狭めてよりちょっと具体的に考えられるような形にして議論を具体化してみるだとかいうのもあっても良いかもしれません。あとはそうですね、最初小さいチームで一回練習をしてみるなんかもあってもいいかもしれません。このような形でですね、
まあ、クラウドの導入計画を、まあ、立てていただいて、進めていただければなというふうに思います、はい。以上をもちまして、まあ、私からの説明を終わらせていただきたいと思います。はい、最後1点お願いで、本セッションのフィードバックをぜひお願いいたします。アンケートをご提出いただきました方には、AWS オリジナルグッズをプレゼントさせていただいております。はい、本日はご清聴いただきましてありがとうございました。鈴木さん、ありがとうございました。